ということでね、那須兄さん休日です。那須兄さんの休日っていうことでね、今日はね、もう家のね、アパートのエアコン壊れたんでね、はい、近くのね、あ、運動公園行ったらね、運動公園のあのキャンプ場熊出るから使用禁止って言われたんでね、はい、今回は九年橋のところね、あのキャンプ場ってなんだ、キャンプ場じゃない、バーベキュー施設なのかな、うん、に来て、涼もうかなと思ってますけどね、暑いっすね、はい、暑いですけど、まずはこんな感じでデイキャンプやっていきます。とりあえずね、まあ喉も渇いたしね、はい、ということで、はい、ご飯でも作っていこうと思いますんでね、皆さん最後までご視聴よろしくお願いしますということで作ります。とりあえずね、お酒のおつまみでも作ります。はい、まずはですね、軽石精肉店に行ったらばね、今日はうるせえなカラスね今日はね、あの上身のがね、あの美味しいよっておすすめされたんで、今日上身のを買ってきたんですよ。なんで上身のを使ったキャンプ飯、まあおつまみですね、とりあえず作っていきたいと思います。上身のこれはね、塩麹、ちもみ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 します。塩麹でもみもみします。クーラーボックスにいっぱい、氷入れて冷ましときます。ごま油でね、焼いていきましょう。鶏ガラペン、ブラックペッパー、わー、
乾杯。うまいっすね。さあまずは上美濃のねポン酢、あの普通に湯煎しただけのねポン酢、うん、これうまいね。あーうまっ。あやっぱりねウイスキーは山崎が一番うまいっすね。うまっ。今回提供させてもらったのは軽石精肉店の上美濃です。上美濃、はい、うん、すごく美味しいですね、はい、あれこれねお肉は何食べても美味しいですよ。はい。で、これね、8月いっぱいは YouTube、今のこの動画を見て、お肉を買いに来てくれた人、まあ、あの、予約、お肉の予約、バーベキューのお肉とかね、そういうね、予約をしてくれたお客様に限り、あの、味付きホルモン、今回もサービスしてくれるらしいです。はい、8月いっぱいは、あの味付きホルモンを予約したお客様のみにあのサービスするらしいんでね、皆さんねバーベキューとかさ、うんね、キャンプとか、はい、そういう時のねお肉をねぜひともね軽井沢のところで予約して、はい、そうするとねあの味付き美味しいねあの美味しい味付きホルモンがサービスでついてくるらしいんで、皆さんねぜひとも予約してみてくださいということでね、私は休日を満喫します。うまい。